ベレスト、超優雅？あれかな？あれ、エベレストはあれ。見えるかな？見えない。今から、ティンリー、一番近い町から帰ります。そうですね。今、最初に来た 5000m 地点です。本来なら、ここで今8000行ってきた自分とか皆さんはめっちゃ元気じゃなきゃいけないですね。もうマラソン大会ができるぐらい元気じゃないといけないんですけど、ちょっとぼーっとします。途中の町です。食事？昼食なはず。チベットは、というか中国はなのかわかんないですけど、1区間、歩く間ずつ時間が決まっていて、あまり早く行くとダメみたいで、このように時間調整をします。ゲートの手前で止まって休むという、要は例えば歩き間を2時間以内に来てはいけないという、多分スピード制限、安全運転のためだと思うんですけど、それがだいたい現状では、実際はこんな感じで飛ばしてきて最後に休むっていう形になってます。ちょっと不思議です。今回の一泊の4月のホテルです。なんか面白い、かっこいいですけどね、こういうのもかっこいいのにね。面白い作りです。悪くなさそうですけど、どうなんだろう。すごい綺麗ね。テレビもでかいし、なんだこれ。おお、いいね。ありがとうございます。